がガニか。うわバカバカお前声大きいって。何がお前テレビイヤホンしなくていいのかよ。怒られんだろ物音立てると隣の親父に。なんか夜間タクシーのうんちゃんで昼寝てんだろ。ガニ普通に喋っても大丈夫だぞ。隣のおっさんな伊豆に船釣りに出かけてるから日帰りだけど。ああそうなの。だから今のうちに掃除しようと思ってな。物音立てても OK なのだ。それで貴様何の用で来たんだ。ああそうそうこれこれこれデデデン機種変したのよ。あそう見ろよお前スマートフォンだぞバカ野郎。ほらほらほらワンセグもバッチリ。興味ない。だよお前もいい加減携帯変えよこのタイガーサッポ。タイガーサッポは関係ない。このタッチパネルってのはどうも慣れねえな。貴様よくその手で操作できるな。おい悪いが用がないなら帰ってくれ。自分は掃除してるんだ。掃除？それした方がいいって。お前んちゴミ溜めじゃん。だから帰れ。さっきからそのピッ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 って音が気になって集中できんのか。じゃなく隣のおっさん帰ってくる前に掃除を終わらせればならんのだ。ったく暇なやつだ。貴様もいつの間に入ってきた。出てけ。そう今日は隣のおっさんがいないのと俺の掃除をしようって気持ちが合致した奇跡的な日だというのに。再放送やってんのか。若いな。何年前だこれ。いい話だ。がっつり見てしまった。まだ洗濯物を2枚畳んだだけではないか。今度こそ集中しなくては。こんにちは宅配便です。うっす。アーマータイガーさん。これ代引きのお届け物です。おご苦労様です。たく今日は本当に邪魔が入るな。こんにちはアーマーさん。うっす大家さん。今月の家賃をいただきに来たんですけど。あーすいません今大掃除中で散らかってまして。うっす。おっさん帰ってくる前に開けとくか。こんにちは。ピザーニャですけど。ピザーニャ頼んでないっすけど。新聞の勧誘です。悪徳セールスマンです。勧誘です。くーもういい加減にしてください。掃除ができん。隣のおっさん大量だったからくれてやるよ。魚好きだろ猫だから。その代わり仕事の前に人の目につくからよ。騒ぐんじゃねえぞ。帰ってきちゃった。ちなみに宅配便の中身はグルゲゲに頼んでネットオークションで落札してもらった中古のアームカバーであった。寒くなってきたけどみんなジャップジャップ泳いでね。もちろん今度みんなで遠泳しようぜ。八丈島あたりまでよ。ああいいね。じゃあ他の魚型怪人にも声かけておけよ。いやー気合い仲間と飲むにゃちゃいかん。このタコはどうしよう。おいタコはさって。もしよかったら明日対決していただけないかと。忙しいって言ったろ。なんで来んだよ。そうでしたね。じゃあ帰りますんで。帰る帰る。戦ってあげなさいよ。いいんですいいんです。忙しいんじゃしょうがないですから。忙しい？あんたのどこが忙しいのよ。きっと家でゴロゴロするのに忙しいんですよレッドさんは。ああそれじゃあ毎日大忙しじゃないのあんた。私もそうだと。何よ実際いつもゴロゴロしてるでしょ。俺だって少しは家のことしてんだろ。何よ。なんだ。本当よ。私のせいで本当に忙しくなっちゃったよレッドさん。今まで出てこなかったが実は佳代子のマンションにはここにも部屋がある。洋室で普段は服や仕事用のパソコンなど佳代子の荷物部屋になっている。ちなみにレッドと佳代子が喧嘩をするとここはお荷物部屋にもなる。たく佳代子のやつ。オランウータン型怪人モルグ。パワー型怪人の中でもトップクラスの怪力を持つと言われながら未だ本気を見せたことがないという恐るべき森の支配者。しかしバンク様、野生児であるモルグをどうやってコントロールするんですか。その点は心配いらぬ。
くっ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 、次の対決で三連とは終わりだ。せめて意思の疎通ができる怪人を連れてこいよ。ったく、お前らどんどんダメになってんじゃねえか。もう勝ち負け以前の問題だろ。これには理由がありまして。あ、実はうちの組織に猛獣使いのテーマ君という怪人がおりまして、モルグ君をコントロールできるのは彼だけなんです。で、彼も来日する予定だったのに、どういうわけかなかなか就労ビザが降りなかったらしくて、モルグ君はコンテナで動物扱いで来られたんですけど。だからなんだよ。ああ、それじゃしょうがないねって。いや、いいのか俺が。ちょっと待ってください。私がモルグ君に戦うように言い聞かせてみますんで。危険ですよバンプ様。大丈夫、心からお願いすればきっと通じるはず。モルグ君、君は対決に来たの。あそこに見えるかな、あそこにいる赤いマスクの人と、そう、戦わないといけないの。あ、分かってくれた。え、わほバンプ様。モルグ、ハウス。死ぬかと思った。大丈夫ですか。レッドさん。なんだよ。お願いします。何を。モルグ君に気合を入れてあげていただけませんでしょうか。は、そうしていただければきっとモルグ君もスイッチが入ると思うんで。嫌だよ。ほら見てください、これフランジって言うんですって。オランウータンは強ければ強いほどこれが大きく発達するそうなんですよ。は、ねえ、立派だと思いません。モルグ君のフランジ、なんていうかこう風格すら感じますよね、森の支配者の。どうぞ。お前、俺にどうしろって言うんだよ。あくまで戦う気を起こさせるために。あ、だからあれですよ、呼び水的にですよ、軽く倒してしまうんじゃなくて。その辺勘違いされるとあれなんですけど、それは本当に困りますけど、闘牛の赤い布的に。なんでそんなことを正義の味方側で調整しなきゃなんねんだよ。恐れ入ります。恐れ入りますじゃねえ。なんだよ恐れ入りますって。延期対決。え、その猛獣使いが来るまで延期だよ。はい、みんなレッドさんが対決今度にしてくれって。いえ、本当に今日来るって言ってたんです、猛獣使いのテイマー君。ところが空港の金属探知機に引っかかったらしくて、猛獣使いの代名詞とも言えるムチが、メタルウィップが、それで危険分子とみなされて渡航禁止になってしまったらしくて。おめえのごたくはとりあえず置いといてよ。オランタすっげえしょげてんじゃねえか。どうもホームシックらしくて、ほらフランジもカリカリベーコンみたいに縮んじゃって。俺と戦う前に都会に負けてんじゃねえか。コンクリートジャングルに彼の居場所はなかったってことでしょうか。うるせえ、返してやれよボルネオに。かわいそうによ。そうですよね。ほらモルグ君、レッドさんが帰っていいって。そう、あの赤い人、帰ろうねボルネオに。4000年生きててこんなにバナナ食べたの初めて。カップ麺食いて。ここもバナナ飽きた。わがままは許しませんよ。モルグ君帰っちゃったか。痛む前に全部食べちゃわないと。バナ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 、甘い。ボルネオさんバナナって美味しいのね。あいつら、なんでうちにまで持ってくんだよ。天体戦士サンレッド。これは神奈川県川崎市で繰り広げられる善と悪の壮絶な戦いの物語である。ボルネオさんっぽい。